スケートが大好きだというその気持ちが彼女にとって原点。内面が止めどなく溢れてる演技をしたい。今その思いを幼い頃から憧れていたこの曲に託しました。内なる思いを、安藤美姫、ボレロ。シーズンは非常にグランプリシリーズからどんどん良くなってきて調子も上がってきていますし、この後の今シーズン後半の試合も本当に期待したいですよね。そしてダン・レイさん、はい、もう場内と一つになってましたね。そうですね、安藤美姫選手は本当に動かす空気がとても大きくて、いろんな皆さんの気持ちまで巻き込んで表現してくださるので、はい、本当に見てて気持ちがいいというか、素晴らしい演技でした。